何分経ったんだ。あ、時計が止まってる。とっくに電池が切れてたんだ。ナナちゃん、何してるんだ。どうせ死ぬんでしょ。外に出たいの。やめろ、本当に死ぬぞ。やめろって言ってるだろ、このバカ女。なんであんたなんかと結婚したんだろう。本当バカ女だよ。ナナちゃん、ナナちゃん、ああもうクソ。ナナ姉ちゃん、マサお兄ちゃん、結婚おめでとう。私の大好きな二人が結婚してくれて本当に嬉しいです。テキパキとして面倒見がいいけど、せっかちで辛抱がないナナ姉ちゃん、慎重で的確だけどなかなか行動しないマサお兄ちゃん、喧嘩ばっかりしてた二人だけど私はずっと相性いいって思ってました。聖火園では私を本当の妹みたいに面倒見てくれて、私の中学の卒業式では父兄として来てくれましたよね。みなべまさおくんでしょ。私三橋七菜、よろしく。先生、どうしたの。マサオくん、マサオくん、ヒューとか覚えてる。俺が正解に来た次の日、みんなで花火大会に行ったろ。こんなところにいたのね。探したよ。いきなりいなくなるからびっくりしたじゃない。さ、みんな待ってるよ。ちょっといいのいいの、近道近道。話せよ。すごい綺麗ね、マサオくん。あ、マサオくん、ごめんなさい。さ、行こう。もう絶対離さないからね。本当は俺あの日逃げ出すつもりだったんだ。でも帰るところなんてないし、どこに逃げていいかもわからなくて。ナナちゃんのバカとせっかちのおかげで俺は今日までやってこれたんだ。本当にありがとう。バカって言わないで。もう一回、もう一回マサオくんの手を握りたいよ。もう一回やってみよう。FYSTMONN よし、次が最後だ。エンター。
宙船だ。2039年、50年前に消息を絶った船だ。今度は木星旅行にしようか。バカバカって言わない。